カシャカシャ。お、何がいるんだ。あ、あれはヘラクロスかと思ったらタックンだ。あー、あー、うん、引き戸ストリー引き戸。うん、それあれじゃん、うん、実は足踏まれちゃってて、よく見ると、うん、ってリアクションが入ってるカイリキリじゃん。そう、ちなみにクロコダレっていう声が結構あったんだけど、うん、クロコはトニーです。トニーでした。トニーです。ということで、はい、ニャポケモンスナップ。はい、砂漠、砂漠の砂漠ヒール。うわ、砂漠だね。うん、あ、もういる、いる。あ、うん、なんか、あ、もう出ちゃった、もう隠れちゃった。あ、何、盛り上がってる。うわー、リコ、あー、出てきた。あ、あ、サボヤー、サボヤー、あー、遠く行ってしまった。あー、あー、あー、スコルピが飛んでる、飛んでる。あー、こっちもすごい、2つ。クリスタフラワーが3つもあるよ。これはじゃあ全部光らそうかな。はい、あ、やった、やった、やった。あー、フライゴン、フライゴンだ、フライゴン。あ、リンゴ、リンゴ食べる。あー、リンゴ、あれ、持ってっちゃった、持ってっちゃった。その場で食べないんだ。ねえ、テイクアウトじゃん。テイクアウト式や。サモネはずっと刺さったまんまやし。どこどこ気づいてない。あー、ちょっと怖い。あ、あっちゃんも、あっちゃんも、あっちゃんもだ。気づけ、あー、気づいた、気づいた。おー、気づいた。焼きリンゴじゃん。焼きリンゴだ。焼きリンゴ。さ、実はさ、イルミナオーブ投げてから、うん、マリンゴあげると、うん、見て、あれ違うね。なんだ、なんだ、どうしてだ。これ最後のあれにして。あ、来た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 。あー、ほらほらほら、すごい。あ、イルミナオーブ投げてさ、あのマリンゴあげると焼きすぎちゃうっていう。うん、そうなんだ。あ、向こうにバンギラス、バンギラスいる。あ、本当だ。ちょっと待って。寝てるな。レネサード。すごい。あ、フライゴン。何あれ？何してんだ？あ、ナックラーだ。あ、フライゴンどこ行っちゃう？さっきのフライゴンナックラーにあげてた、もしかして？そうだ。かわいい。でもあげよう。オイリンゴしよう。オイリンゴ。かわいい。ちょっと待って。食べない。あ、ヒマリー。え？ヒマリーな。めっちゃポーズ撮ってる。たくさんバケモンたちある。あ、うん、カバルド、カバルドのお尻、お尻、お尻、お尻。ヒマニーどこ行った？あ、あ、なんだ？ラックラーだ。何してたんだあれ？うわ、すごい、ちょっと盛りだくさんやったな。ねえ。ね、加工していく写真を選んでいこうかな。うん。どうしようかな。フライゴンもさ、結構いい感じに。よかったよね。ね、あちゃんもいいよね。ね。ね、よし、じゃあせっかくならね、めっちゃいい感じに撮れてるフライゴンを。さあ、どんな感じになるのかな。これが結構好きなんだよね。あ、かっこいい。めっちゃいいじゃん。ちょっと渋めの感じにして。あー、渋い、渋い感じで。はいはいはい。ちょっと大きいけどね。あ、ちょっ、なんかいいね。この先っぽにで被るスタイル。あ、そこなんだっていうやつね。あ、そこで被るんだ。で、何をしてるかっていうと、おー、じゃあね、加工が終わったので、じゃあハイちゃんから。はい、ハイちゃん、こちら、デデーン。はい、はい、あー、 あー、テーマは焚き火をしているところにいっぱい草持ってきたよ、さあこれで火強めようぜ、イエーイ、うん、長いな、3行ぐらいあるな。全体的にさ、なんか統一感あって、ほんまに絵画みたいなね。うん、このね、フレームとも相性が良くて、うん、めちゃめちゃ絵画感があるんだけど、うん、帽子の被る位置がそこなんだっていうのが気に入ってます。頭そこ、確かに。そう、頭そこ。はい、はい、タックン。はい、こちら。うわー、リンゴめっちゃある。そう、フワリンゴもらった、持ってきたよって言ったら、ナックラーたちがめっちゃ集めてたっていう。フライゴン自体が結構ね、あの、かっこよくもあるんですけど、やっぱ可愛い感じのポケモンなんで、ちょっと可愛いフワリンゴたちで埋めてみました。なるほど、めっちゃ可愛いね。使い方が新しい、はい、新しい。うん、ほぼ限界までフワリンゴ出しました。はい、私だが、うん、うわ、なんだこれ。これはですね、うん、人類最後のフワリンゴを手にした王様フライゴみたいな設定。はい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 。だからもう、うん、祭りみたいになってる、カーニバルって感じ、すごいする、うん、確かに。こっちにあんまポケモンたちはいないんだけど、うん、いっぱいいるっていう想定で、こう賑やかのサウンドとかをしてみました。加工、うん、面白いよね、やっぱり。個性出る、本当に個性出る。次回どんなポーズになるのかな、楽しみな方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。
水に強くて炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。